オイラーの多面体定理という大変に魅力的な定理について勉強しましょう。す、え、で、ー、に上の例で見た正12面体。そういう場合について、頂点の数と辺の数と面の数で。それが20、30、12ってそれぞれ求まっていますが、頂点の数から辺の数を引いて面の数加えてやると20、20マイナス30プラス12 まあ、まあ、青みたいな計算ですけど、答えが2になる。この2になるということがですね、実は、正十二面体の場合についてなっただけじゃなくて、あらゆる多面体について成り立つ。これを主張するのが、オイラーの多面体定理というもので、その下にある定理でありますが、突多面体において、頂点の個数を V、辺の数を E、面の数を F とする。 V, E, F というアルファベットは、頂点を表す英語の Vertex。それから、辺を表す Edge。面を表す Face。そういう英語の頭文字だと思ってもらえばいいですね。えー、まあ頂点は0次元の図形、点ですね。辺は1次元の図形。面はまあ2次元の図形ということで、0次元のもの。マイナス1次元のもの。プラス2次元のもの。っていうふうにやると、計算すると、必ず2になる。 言うんです。で、この定理を証明するっていうのが本当は数学の面白いところなんですが、残念ながら、それはやや高級でありますので、この本の中ではその証明を与えていません。えー、皆さんは、できるだけですね、時間があるときに、これはどういうふうにして証明することができるんだろうというのを考える機会を持っていただけるとね、大変いいと思いますが、とりあえずは、いろいろな多面体についてこの性質が成り立つんだということ、 それを、まあ、とりあえず認めてください。で、もし皆さんが時間があったら、この性質が成り立たないような、そういう立体っていうのはあるんだろうか、いろいろと考えてみてください。普通の想像力の世界ではですね、すべてこれ成り立つ。そういう場合しかなかなか思い描くことができないと思います。で、このオイラーの多面体定理が成り立つということを、具体的な場合について確認しなさいというのが下の問いであります。 でしかし、このようなやり方で、オイラの多面体定理を、成立を確認するということは、いわば小学校のレベルの話でありますから、高等学校の学生職にはあまりふさわしい問題でないかもしれませんね。で、もう少し、高校生風のオイラの多面体の応用、多面体定理の応用として、テキスト丸3ページの例題を取り上げましょう。 一つの頂点に三枚の正三角形の面が集まる。そういう正多面体は正四面体である。で、正四面体が一つの頂点に三枚の正三角形が集まっているということはこれ簡単にわかります。それはそういう正四面体のことを思い浮かべればわかることなんですが、その逆ですね。一つの頂点に三枚の正三角形が集まるならば、その正多面体はもう正四面体以外ないということを証明しなさい。 オイラーの多面体定理を使うと簡単に証明できるわけです。で、どういうふうに証明するかというと、えー、回答にあるように、正多面体の頂点の個数を V、辺の個数を E、面の数を F としてやります。で、VEF の間には V-E プラス F イコール2っていう、そういう関係が成り立つっていうこと。これがオイラーの多面体定理でありますが、 その話に行く前に、この VEF の間には関係があるんだぞということ、それを確認します。それはちょうど、丸2ページの、えー、正十二面体の場合でやったのと同じようなことで、正十二面体の場合は、一つの面、えー、が正五角形でできている。それが十二個の面からできている。ということから、頂点の数とか、 えー、辺の数というのを出したわけですね。えー、同じように、我々は、この例題において、えー、正三角形の面が3つ集まってる。この三 3, 3という条件から、頂点とか、えー、辺というのをですね、面から、の数から出すことができるということです。で、どういうことかっていうと、8行目。B、えー、頂点の個数っていうのは、 面の個数からどう出すことができるかというと、一つの面は三角形できてますから、一つの面に対して頂点は3個ずつあるわけですね。ですから、面が F 個あるとすると、3F 個の頂点だことがあ言えま、そうですけども、一つの頂点に3つの面が集まってます。ですから、3F っていうふうに計算すると3個ずつ重複して数えることになってしまうので、それを3で割ってやるということですね。 この8行目の式というのは、丸2ページで言えばですね、ちょうど6行目の式に相当しているわけですね。頂点の個数を面の数から出すという考え方ですね。同じように、一つの辺に集まる面が常に2枚あるということから、一つの面に対しては三角形ですから、辺は3本あるわけです。 で、面ごとに辺を数えると 3F 個の辺があるということになりますが、1つの辺が2回ずつ重複して数えられている。ですから、11行目のように2で割ってやる。で、3F を2で割ることによって、辺の数が出るということです。これは、丸2ページの例で言ったところの7行目の式に相当するわけですね。丸2ページの例は、12面体で五角形でした。 我々の例題では、丸三ページの例題では、正三角形が、に、一つの頂点に3枚ずつ集まっている。その条件を利用して、B と E を F で表したというですね。で、丸一丸二の結果を、オイラの多面体定理である3式に代入してやりますと、V と E を消去することができて、F についての方程式が立つ。F についての方程式を解くと、F イコール4っていうことになる。 すなわち、えー、面の個数は4であると。静止面体であると。こういうふうに証明できるということですね。えー、この方証明を真似てですね、次の、一つの頂点に4枚ずつ正三角形が集まる場合、それは正八面体であるということを証明しなさい。というのが下の問いです。